バーアイ、フジ、ヒロー、そして旧ジャニーズメンバーとの貴重な絡み。どうも皆さん、ジャックーです。はい、今日はですね、平野くん、神宮寺くん、岸くんのナンバーアイの3人がですね、初めてグループとしてミュージックステーション M ステに出るってところで、やっぱり注目されているのはもちろんナンバーアイの藤とかゴーと、M ステで初めて出るのに対して期待とか楽しみっていう意見ももちろんあったと思うんですけど、どちらかというとやっぱりその関西ジュニアの時にお世話になった先輩たちがいるウエスト、旧ジャニーズウエストだったりとか、今現時点のスタートエンターテインメントの副社長の、イノッチ、V6 ですよね、もともと同じ 2B に、宮家くんがいたりとか、そういった関係性がある、要は旧ジャニーズと、2B ってところで、いろいろな貴重な対話とか会話とかね、なんだしょーみたいな、そういう絡みがあったりとかして、今日はそういったところについていろいろお話ししていきたいなって思います。まずですね、ミュージックステーションというところで、M ステって、当時ジャニーズといったらすごい関わりがあった番組じゃないですか。忖度とかの問題もあって、ジャニーズ以外のダンス&ボーカルグループみたいなのってなかなか出れなかったと思うんですね。ただそういったジャニーズがなくなったりとかして、例えば INI とか JO1 とか BE:FIRST とかが出れるようになった関係で、もちろんこの 2B に所属しているナンバーアイも出れるってところで、もちろん忖度とかそういったね、裏の力とかっていうのはない方がいいんで、そこはやっぱ一個前進してよかったなっていうところと、ナンバーアイに関しては、以前カウントダウン TV でトラジャとね、ちょっとだけ絡んでるんですよね。ウェイウェイウェイみたいな感じで、おい最高パフォーマンスだったよ的なフーフーみたいなね、そんな感じで絡んだんですけど、がっつりトークみたいなとこなかったんですよ。ただ今回の M ステっていうのは、基本的に M ステってやっぱパフォーマンス以外のそういうタモリさんとの掛け合いだったりとか、そういったところに結構重きを置いてる歌番組だと思うんですね。司会とその出演者の人たちっていうよりかは、出演者同士でも一緒にわちゃわちゃしたりとかするのも結構多いと思うんで、そこがいい、番組かなと思うんですけど、M ステ始まって以来ずっとやっていたあの階段降りていくところが、今回久々にね復活したってところで、僕が一番 M ステを見ていた嵐とかって言われて、あの階段から降りていくところとか、そういったのがあったんで、やっぱそこがウエストとかトニセンとかナンバーアイとかが降りてるのは、なんかやっぱエモいなって思いましたよね。結構ナンバーアイにやっぱフォーカスされた、今回は番組だったというか、ナンバーアイにフォーカスされた M ステだったかなと思うんですけども、3人でね、ジン君と岸君と平野君とかの3人でのトークっていうのもあったんですけど、その中でね、やっぱいいなと思ったのが、やっぱ翔くんと、ジン君と岸君の、絆、もちろんそれ言っちゃ金プリの5人の絆もあったと思うんですけど、そこちょっとややこしくなるんで一旦ちょっと置いといたとして、ゴートとかのそういったダンスに対しての、そのこだわりっていうのを翔くんがすごく持っていると。でその中で翔くんがね、結構言っちゃうじゃん俺みたいな、ダンス固めようとか、ここもうちょっとこうしようよとかって、そういうのうざくないのっていうのを、ダブルユーターに不安というか大丈夫みたいな感じで聞いた時に、岸くんがね、全くうざくないよみたいな、でジン君も助かるよみたいな感じで、やっぱりそのかっこいいくなるんだったらそれがいいじゃんみたいな、ちゃんと信頼してるしリスペクトもしてるから、そっちの方でいいよ、その方法にしていこうよといった2人の回答が、本当にもうグループとして、もちろん当たり前じゃないですか、キンプリとしての活動してきた期間もありますけど、もう3人の色にちょっとなってるんだっていう、もちろん寂しさもあるけど、それはもうそれでもうお互い別の道を歩んだっていうのはもちろんあるからこそ、なんかそのジン君とか岸君のちゃんと平野君に対するこの思いとかリスペクトしてるっていうのもなんか熱いなと思いましたし、あとね、そのゴートの楽曲に対して、要は今までね、 CD とかだったじゃないですか、ジャニーズ時代って。それが、サブスクとかダウンロードで聴けるようになったから、携帯で歌詞が見えると、それいいよねってみんなで言ってる時に、岸くんもジン君もゴートダウンロードしてるけど、平野くんダウンロードしてないと、やばくないですかそれ。自分たちの、しかもデビュー曲ダウンロードしないんだって。あえて聞かないのかな、翔くんのこだわりがあるのかなとか思ったんですけど、岸くんがダメだよみたいな、それは。ちょっとでも数を増やさないとみたいな感じで言って、いや、あんたらめちゃめちゃ多いですやんって思ったんですけど、岸くんはね、ちょっとお金とかにがめついやっぱイメージがあるからこそ、ちゃんとダウンロードして、みたいな感じ面白かったっすよね。
で、やっぱり一番ね、このトークで言いたいのは、やっぱりウエストの桐山くんとの絡みですよね。まあ、もともと関西ジャニーズジュニアの時に、やっぱそういった先輩後輩の関係値があったわけじゃないですか。なんかその、なんかね、あんま思ったより絡まなかったじゃないですか。もっとそのナンバーアイとウエストとトニセンが、もっとバチバチに絡むのかなと思った。意外と少なめだった。うん、まあ、もちろんね、その番組というかテレビで映ってない裏の場面ではめちゃくちゃ喋ってると思うんですけども、笑顔とかコート聞いてかっこいいねとかそういうのはやってると思うんですね。ただそのまあテレビのね、僕らが見てる世界だとそこまで多くなかったんですけど、やっぱり一番印象的だったのがこの桐山くんの、まあ、サウナの話になったんですよ。サウナにハマった時、桐山くんが、その時に今、シゲとかサウナもう終わってるぞ、流行りみたいなことやったんですけど、そのまあ、桐山くんとそのシゲちゃんとか、そのタモリさんとなんかわーって一悶着終わった後に、平野くんに対して、ショーもサウナ好きだよねって言ったんですよ。そこでやっぱショーっていうのが、なんかジャニーズ時代を思い出せるのも、なんかエモいじゃないですか。で、その後にやっぱそのね、桐山くんが、ショーもサウナ好きでしょって言った時に、平野くんが、いや僕このアンケートに関しては書いてないけど、完全桐山くんの流れ玉ですよって言った時に、桐山くんがね、その、あはははーって笑ったんですよ。その時に、岸くんも笑ってる、しげも笑ってる、神ちゃんもめっちゃ笑ってる、純太も笑ってるみたいな。なんかこのウエストがめっちゃ笑ってんのも、なんかいいなと思ったんですよ。坂本くんとかね、いのっちも笑ってましたけど、まぁ、ちょっと見切れてたけど。しかもその翔くんが、桐山くんが、って、その当たり前、まぁ、当たり前なんですけど、桐山くんって言ってんのも、なんか久々に桐山くんって、なんか翔くんから聞こえたなと思って。いや、なんかね、まぁ、もちろんちょっといのっちとも喋ったりとかね、逆にね、ジンくんとかね、平野くんとかがちょっとなんか緊張してるのも、ちょっと見えてなんか可愛いなと思いつつ、まあそれはちょっと気まずいのはあると思うんですけど、まあそれはそれでまあ各々の良さがあるんでいいんじゃないかなと思いつつ、まあ全然ね、そのトーク良かったよね、ここ良かったよねみたいな感じで、全然富士とかゴートに対しては喋れなかったんですけど、今回はでも本当に富士めっちゃかっこよくて、僕やっぱりジン君の最初がめっちゃ好きなんですよ。まずはバースってこのバーってこのなんかダミ声というか柄声というか、そのジン君の低音、ありがとうございますってなりますよね。金曜日に仕事を疲れて、あー疲れたなみたいな、もうじゃあ M ステ見る前に寝ちゃおうかなとか思ったんですけど、いやいやいやと、ウエストもいる、トリセンもいる、ナンバーアイもいる、聞かなきゃと思って聞いてみたら、もちろん歌も良かったんだけど、やっぱりトークの方がね盛り上がっちゃったというか、僕個人的には舞い上がっちゃったんですけど、その富士のジンくんとかも翔くんとか岸くんもそうでした。岸くんね、髪良かったっすよね、髪の毛変えたのが。で最後にやっぱそうお辞儀するときに翔くんがちゃんとサングラス取ってお辞儀するのとかも、まあキンプリ時代からちゃんと変わんないとか、もちろんゴートも良かったですけど、ゴートもね、なんか翔くんの衣装はなんかいつの時かちょっと忘れちゃったんですけど、あの一番の衣装にちょっと感じましたね、個人的には。なんかダルギというかヒップホッパーの服装みたいな。はい、今日はですね、ナンバーアイ、そしてウエスト、まあ、トニセンのですね、まあ、元ジャニーズ 2B というところでの、まあ、いろんなトークだったりとか絡みについて、めっちゃ良かったなーっていうところについて、まあ、いろいろお話させていただいたんですけども、まあ、ぜひ皆さんの方でもですね、まあ、中にはね、もう絡まなくていいよとかっていう意見もあるんですけど、まあそれはもうエンタメとして僕は純粋に楽しみたいなと思うので、ぜひ皆さんの思うところをぜひコメントで教えていただけたらなって思います。はい、自分はですね、こういった旧ジャニーズ 2B の話っていうのを自分の思いや主観でお話させていただいているので、ぜひチャンネル登録、高評価で応援していただけたらなってに思います。いつかキンプリの2人とも、またね。